うっす。やるわ、名作を FF1。 あ、データ巻き戻ってて、また同じことやるはめになった。だからその成果として、このサンダーと、あの買ったやつが消えた、忘れた。これは良かったわ。余計なの覚えちゃった、覚えちまったからな。で、魔法のリストちょっと拾ってきたわ。これ見てからカウントダメだ。なぜなら任務付け外しできないからさ。ブリザードがね、10、40のダメージは大丈夫だって。10から40だって。なんで、多分この書き方だと、ね、知性は関係ないから完全、もう魔法依存だ。ダメージが。クソだ、つまり。で、ダクネス。対象暗闇状態にする。暗闇状態なんだけど、敵全体だから、これ結構使えるかもしれない。これ結構いいかもしれない。で、ストライ。これね、攻撃力をアップさせる魔法らしいんだけど、ファミコン版では効果がないって書いてあるんだよ。死んでくれ。スロー、敵全体。対象の攻撃回数を1にする。これかなり強いんじゃないかって思うんだよね、俺。よし。これ買っていいんじゃないかなって思う。俺、スローは。スローは多分買っていっていいと思うよ、俺。攻撃回数を1にするってかなり強いと思う、スロー。え、ダクネスちょっと欲しいんだけどね。で、ブリザードとかもいらねえわ、サンダーとか。もう明らかにいらん。で、ストライは当然いらないから。次、白魔法はね。いや、白魔法は別に、おねかまでも装備できるから、俺は黒魔法で使えそうなやつだったら取っていいんじゃないかなと。さあ、次こっちや。トルネコ。お前、トルネコじゃねえか。あ、でもこれが取った。あ、どこ？寝袋。寝袋は使えるわ。ん？テント？テントはいいんじゃないか、これ。なあ。てか、金余ってるからさ、これもっと買うべきだ。毒消し。毒消しは使うぜ。毒消し最も使うわ。お前の存在意義だよ、トルネコの。毒消しは。この世界の毒の恐ろしさたるや。あまりにも恐ろしい。まあ、回復が充実してきたらそんな怖くなくならないかもしれんけどさ。ちょ、ヘッドホン行って。このヘッドホン締め付けが半端ない。これじゃない。ブラナは、暗闇を回復する。味方単体。あんま使えねえよな、暗闇回復って。なんだよ、暗闇回復って。で、サイレスが沈黙状態にする。敵全体をな。だけど、効かないこともある。これは結構いいような気がする。バサンダ。これが、これ強いな。雷属性をダメージ減らす。で、味方全体なんだって。これじゃあかなり使えると思う。これは取っといた方がいいと思う。インビジ。これ単体の回避率を20アップさせる。これはあんま使えないんじゃないかって思う。一人でしょ？一人の回避率をね、20なんて上げてる日も俺ないと思うよ、そんなの。これはね、バサンダだね。バサンダとサイレスじゃないかなって思う。でも、今はそんな使わねえからいいや、別に。いいです。いりません。それよりダクネスだな。これ。いやーでも、スローを使ったらダクネスはつかないんじゃないか。まあでも、とにかくスローのさ、使い心地を見てからにしようぜ。あ、これ本当俺マジで慎重に行くからな、これは。これはちょっと慎重に行かせていただく。慎重にならざるを得ないだろう。さあ行くぞ。でね、これ見てほしい、ステータス画面。次のレベルまであと43。これギリギリまで上げてきた。このギリギリ法を俺は今後も使うぜ。結構レベル上げしんどいからさ。上がったところでやめて、で、裏で直前までやって、次また上がるっていう。いいじゃない、それ。スロー。じゃあ早速スロー使うか。全体ってだけでもな！やる気が出てくる。スロー。ほい。ほい。動けに言うと。ほい。おい、おい、え、必中なんだけど、これ。え、マジで？え？見ましたか、これ。必ず当たるんだけど、スロー。おい。ジュース。おいジュース。俺が今ハマっているもの。おいジュース。うまい。今俺が飲んだのはウイスキーであってオイジュースではありません。オイジュースとは一体何なんだ。異世界の話はここまでにしようか。ていうかマジでスロー強いな。
これね、攻撃回数を減らすっていうことは攻撃回数っていう概念があるってことだよ。やっぱり何ヒットってあるじゃん、後の FF シリーズでさ、いつだか消えたけどさ、何ヒットって5ぐらいから消えたけどさ、ヒット数ってのがあって、つまり2回ヒット最大2回ヒットで、最大4回ヒットで4発全部当たるとマックスのダメージで、2回ヒットだとその半分のダメージと、で0回だとミスと、多分そういうことだと思うんだよ。だからこのやたら外れるんで、これ多分ね、後半になると絶対外れなくなる、攻撃回数そのものが増えれば。でこのスローが全体に必中で攻撃回数をしかも1にするんだよ。ヒット率を下げるとかじゃない、1にするだよ。相当強いんじゃないかと俺見てるよ、スローは。スローはやべえ。でな、俺ちょっと、まあいいや、これは。まあこれはいいや。45、お、レベル上がったか。ほとんど持ってねえじゃねえか、お前。力アップ、よし。まあとにかく力がアップするかどうかな。こうなってなんだ。力アップ。とにかく力がアップするかよ。あと素早さな。よし。あとお前弱いからもうちょっと強くなってくれ。でれれれれ。さあ次は白魔法だ。ヘッドフォンきついなこれ。さあ白魔法ケアル。体力を16から30ぐらい回復する。だって単体のこれって、つまりさ、あれだよ、知性があっても関係ないってことだよ。ふざけてるよなこれ。知性関係ないんだよ。てこれもうね、これケアル終わったよ本当に。16から30ぐらいしか回復しないんだったら、これが知性でちょっとずつ増えていくんだったらいいよ。増えないから終わったわこれ。でディア、これやばい。アンデッドモンスターに20から80ぐらいのダメージだったよ。しかも、全員。これはやばい。これ覚えてるもん。それです。味方のね、アーマーを8アップさせるんだって。これは別に効果あるらしい。ファミコンでも。ストライはないけど。これはまあ、味方単体だったら俺いらないと思うな。で、ブリンク。使用者自身の回避率を40上げるんだって。自分だけだが、前、さっきの、なんだっけ、インビジ。インビジよりも効果高い。でさ、死にやすいじゃん、白魔同士。だから俺これ、ブリンカいいと思う、これ。まあ、プロデスは効かなくなるけど、でもいらんでしょ、プロデスなんて。うん、どっちかなぁ。もうディア買ってるからね。ブリンクでいいんじゃないかって思うんだよね。まあいいよ、ブリンクで。多分、アーマーが8なんて上がってもさ、意味ないでしょ、多分。回避率40だったら使う価値あるな、1ターン。なあ、まあ、買ってねえじゃねえ。買っとけ。これじゃねえ。よし。買った今。買ったように見えて買ってないとこ結構ある。よし。なかなかここまではいいラインナップ揃えてる。まあ、キャラは買っとくべきだろう。で、次、黒魔法な。ファイヤーとサンダーが、10から40のダメージ。まあ、ブリザードと一緒。つまりゴミ。で、シェイプ。これがね、敵一体の回避率を10下げるらしいんだけど、ファミコンでは効果がないらしい。これ。バカにしとんのか。スリプル。全員を、これすげえぞ。敵全員を眠り状態にする。これ絶対買うべき、これは。絶対買うべき。よかった、開けれて。スペース空いてるよかった。これだ、決まりだ。赤間同士はこれで決まりでしょう。まあ、サンダーいらなかったけど、まあ、ケアルとスリプルがあれば十分だ、とにかく。よしよし。まあ、本当はディアが欲しかったけどな。まあ、でもスリプルがあれば、あ、使うから。ディアいっか。ちょっと街の話聞いていくか。どこ行けばいいか分からん、そういや。どこ行けばいいんだ、これ。何すんだよ、お前。私は踊り子。うふふ。こんな顔文字あるよ。アンドロイドに。何をするんだ俺は、こっから。ピーン、ピーン。水晶の目。なんか、
あったな、そんなの。異世界に。なんもねえじゃん。じゃあ行くぞ、俺は。じゃあな。こんなガンガン行っちゃっていいのか。水晶の目はどこにあるんだ。そう、水晶の目のヒントを聞いてくるか。ここにあるかもしれない。水晶の目を頼む。ん？合ってるか、これ。の、パイレーツ。ブリンク使うか。危ない。ブリンク回収。お、なんか今。今さ、たくさん殴ってる感じしない？これ。なんか、この煙もくもくがさ、時間が長いよね。煙もくもくタイムが長いってことは、あれだけなんか殴ってるところだ。あれ？あっちか。つまり、そういうことになります。さあ、情報を集めていこう。ちょっと、どうだ。このレベル上がるまでやるか。1300。バカな。もうこれレベル上げは不可能だ。1レベル重いな。船は港にしか上陸できない。北の方に見当たらない。あ、そう。北の方にはじゃあ意味がないんだよ。いるけどな、海賊は。海賊に怯えることはありませんって言ってるけど、すぐそこにいるよ。海の向こうにエルフが死んでる。エルが死んでる。ふーむ、どこ行けばいいか分かんねえな、これじゃあ。まあ、北の方に港はないって言うんだったらさ、お、あの方がご存知かもしれない。この先に。西の体、メルモンドの足から逃げてきた。大地は鎖よりなど怪物が襲ってくる。じゃあ、メルモンドに行けばいいの？それでいいのかい？メルモンドに。でも、西って、あれ？あの町よりさらに西に行くってこと？まあ、行ってやるか。魔法。増えてねえな、そんなに。じゃあ、メルモンドとやらに行ってみるか。いや、その前に俺、あれか。とりあえず陸地行こうぜ。ああ陸地に、いやもう一回今日海行こう。もう今日海の気分だ。ずっと陸にいたんだから今まで。行かしてくるのもういいよ、騒ぎ。大して持ってねえくせにお前ら。大して持ってねえくせ数だけ多い。ふざけたやつが。敵全体攻撃が欲しいよな。サメスリプルはまだいいか。いや、こいつこそスリプルだろ。俺のスリプルをくらえ。シャーク4しか食らんねえ。効果がなかった。これ効果ないことほとんどなんじゃねえか。としてスリプル、まあ、そんな簡単に眠れないか。でもスローは必ず効いてたよな。じゃあスローはひょっとしてめちゃくちゃ強い。そういうことになる。6分の6効いたもんな、スロー。絶対に強いってことだね。シャーク頼むよ。お、66。うまい。シャークうめえ。フカヒレを頼む。シャーク20も倒せば、レベルが上がるんだ。お、うめえ。今日のオロバ22シャーク。とにかくシャークを狩れ。それからだ。シャークでステップアップするぞ。しかもなんかダメージ増えてるよな、これ。確実に増えてる。てか、しんすけ強えな。白魔法、黒魔法、さらに、殴りまで強いってたか、肩なしじゃねえか。全員肩なしだよ。加藤なんて肩がないからな、もっと。もっとも加藤は、肩がない。たか肩なし。加藤、元から肩なし。なんだこれ。平和なのか。滅びたっつってたじゃん。俺は主人王子を助けてください。今やることがあるんだよ、そもそも。水晶の目はどこで？鉄ヌンチャク、だが、削除。おお、削除じゃない。ミスリルソード4000だと。サーベルはなんだ？え？何これ？なんか中途半端な武器があるんだけど。まあ、とりあえず、おねかま。お、おねかま。
削除をやるよ。好きそう。ネカマが削除の力見せてもらおうか。レボン10、命中率10。削除やるよ、好きだろ。おい、いらんっつってる削除。じゃあ誰が装備するんだよ削除は。クロマ同士か。なんで削除をクロマ同士専用なんだよ。で白でもいいじゃねえか。じゃあ長が、なんてやつだ。なんで贅沢なネカマだこいつは。なんでだよお前、くたばれお前も。加藤にやるじゃんこれ。15の25、下がるかもな、多分シビタの方が高いから。15の25な。12の25、下がってんじゃない。おい、このクソバカのせいで、なんてこった。ナイフ、めんどくせえなこの売り方。削除、さっき買ったやつだ。普通に返品させろよお前、一回も使ってねえんだから。お、777で。フィーバー終了。フィーバータイムが終了した。これとしてレベル3の魔法が売ってるのだよ。その予感がする。ファイラホールド、サンダラシエラ。ちょっと待って、わからん効果が。まあ調べてくるわ後で。まあ次まで待っててくれ。そう生きり立つこともあるまい。生きるなよまだ。でもいくらだ値段。どうせ買えないだろこれ。どうせ買えないだろうし。まあ生きるんじゃない。1500。3は欲しい。なぜならもう3使えるからな。見てくれ。特にネカマなんて2回使えるからね、3のやつは。これは楽しみじゃのう。私は予言者だ。時が経てば瞑想から予言が生まれるだろう。その時まで待つのだ。瞑想してくれ。瞑想はいいぞ。鉄の鎧、銅の鎧は鉄の盾。もう鉄の盾でいいんじゃない。高よ。革の帽子、革の帽子みんな持ってないよね。待ってよ、革の帽子は持ってない。私は革の帽子持ってるような気がする。革手袋じゃん。じゃあこれ持てるわ。てててて、て、て、体だっていらんもん。ピック。カブト。カブトって大丈夫？カブトって多分高だよね。さあ、高。12の25。違うわ。アーマーだ。アーマー25。火曜日35。硬いね。アーマー32になったぞ。相当上がったな。なかなか。そしてこの兜がないと装備できる一応。鉄の盾は装備できるかもしれない。なぜかしないと。なぜか鉄の盾は装備できると言ったことができないか。加藤もなぜか鉄を、革の盾はできないけど、鉄の盾ができるとかね。できないか。そんなことはありませんでした。いや、これ4つしか持てねえんかい。4つしか持てないんかい。革の帽子をくれ。これね。てか、銅の腕はなるものがあるぞ。強そう。すげえな、ここ。とりあえずここでさ、いろいろ稼いでさ。いろいろ稼いでさ。アーマー18。さあ、なんぼのもんじゃん。は？下がったんだけど。回避率43。回避が上がるの？え？ちょっと見てこれ。え、ウェポンが上がってる？ 21、27で、アーマー16、44だよね。これ見てほしい。帽子装備しました。下がってないこれ。いや、上がった？上がったかこれ。16だっけ？あ、上がってるわ。1上がった。あ、上がってた。すまん、上がってた。騒がせた。さあ、買うもん買ったぜ。うれ。王子が目覚めなければ妖精王は誕生せず、ダークエルフの暗黒の力がエルフを支配することになるんです。将棋があったね。てかダークエルフっていたな、どこぞにも。こ
コテージ。その強気な化学設定はなんだ、コテージの。てかコテージでログハウスだからな。どうやって持ち運びするの。アストス。もう次新登場させるの敵を、新発売すんな、ダークエルフを。昔西へ旅した時、後ろ見た城へ迷い込んだことがある。誰もいなくて、君が歩んですぐに離れて。どこに行くんだよ、俺は。どっち、え、城がある、え、何、二軒目、まさか4、まさか、まさか、おい、こんな、なんだボケあるって。ボケあるとは一体。15秒程度のコントをやるのがボケあるで。ニスリル銀で作った剣や鎧は頑丈ですごい威力で。黒もあるぜ。私は預言者だ。お前いたわ、さっき。じゃあ黒は何だ。スリプラ、ヘースとコンフィブリザラン。とても。とてもじゃないが。でもスリプラ強そうだな。スリプラの足とくれば。今日シャバ、今日街行ってばっかだな。全然雑魚と戦ってねえよ。まあいいだろう。ここはなんだ。すやすや。おじゃ、アストスの呪いでもう5年も眠ってはなるが、何か寝を、理由を覚ます良い癖はないものか。5年って。もう諦めろ、お前は。何やつ。どんな薬でも煎じることができる魔女の技を見ました。あ、そういうことか。まとうや。じゃあこっち順路だな、ってことは。まとうや放置してたような気がしたけど。こっちは順路なんだ。じゃあこいつを助けないといけないんだな。アルディネムの西の端の洞窟にはドワーフが住んでいるんだ。そこで何をするんだ。大体どこでアルディネムって。知らんもんを目印の起点にすな。わからんわ、どの道。アストスは突然殺し屋にやってきて王子に呪いをかけ、城の財宝を持ち去ったんだ。その財宝くれ、俺に。後どけ。しゅ、ん?こっちから来たんか、俺。オッケー、そっちに行くな、お前は。ほい。よし。なんもないかい。狭すぎやろ、この城。よし、じゃあちょっと戦ってから。この名産とな。名産のタランチュラと戦ってやるか、揉んでやるか。ちょっと今はね、金が手に入ることによって防具も手に入るし、魔法も手に入るから、俺は今レベル上げの熱意がすごいぞ。とにかく私はレベル上げをしたい。でもこれレベル上げね、相当時間かかるから。おい、強いなこいつ。よく見てないと。あ、寝た。2匹寝たな。よく見ねえとこれ効いたかどうかわかんねえぞ。邪魔しに。硬いなこいつ。タカで12しか効かないんだけど。ふざけやがった。いや、怖いんですよ。しかも毒。タランチュラは危険すぎる。おい、死なねえんだけど。マジかよ、こいつら。めちゃくちゃじゃん。何なんだよ、こいつら。タランチュラ。お、1で倒しちゃう。もったいない。ずーずーずー。ねえねえ。いや、毒はきついって。マジできついんだから、毒は。75だからね、1毒で。まあその分さぞかし持ってるんだろう。軽減値200、ギュラも1000ぐらい持ってるやろ、お前。そんぐらい持ってないと時間がかかりすぎるからな。時間がかかりすぎんぞ。1戦闘に2分ぐらいかかる。えらいことや。まあいや、裏でやれへん。基本裏でやろう、これ。基本裏で。適当に観光して、そして裏で上げの。そして開始と同時にレベルアップ。これでやる。もう2人も毒になってたら、毒消しが2つ飛ぶじゃねえか、こんなことやってたら。ユートリアタック。俺たちの友情を見ろ。俺たちの友情がそのまま力になる。俺たちの友情試されている。
人毒って、タカ以外全員毒になった。タカはもう毒だから毒にならないんだよ。毒タイプだから、腹に毒を溜め込んでるから。おお141いいね。でも割に合わねえやな。ゴールド200だけどさ、毒消しで全部消えたら毒消しである。これはひどい。もう絶対戦わねえからタランチュラで。ね、シーフがいると逃げやすくなるかもしれないという噂がある。これはかなりありがたい。それだけで結構入れる意味があるってぐらい。いや、そう、これいいよな。オーガかなり金持ってなかったか。なあ。オーガ金持ってたぞ。セリフだ。まあ寝とけよ、お前。オーガうめえぜ。いや、ほんと全体攻撃頼む、早く。全然聞いてねえじゃん、これ。寝た。スリプル今一つだな。これ時間がむちゃくちゃ戦闘に時間かかるな、これ。なんということだ。よし、ちょっとタカなんで弱くなってんだ。なんでタカこんな弱くなってんの。武器外したりとして、タカの2とかだって今タカが殴って、なんでだよ。持ち物、あ、ワドラックスあるじゃん、普通に。なんでだよ。っていうかね、俺が思ったのは、ゾンビがいれば、それディアでゾンビを全滅させられるわけじゃん。で、ゾンビいたよね、この前。たくさん。あれが何回も出てくればね。つまり、全員をサクッと倒してさ、効率化できると思ったんだけど、ゾンビがね、なんか出てこないんだよ。唯一ゾンビのみ全体攻撃できるからさ。ゾンビお願いしますよ。来てくださいよ。待つと来ねえんだよな、ゾンビは。そう言って待つと来ないんだよ、ゾンビは。来てほしくない時には来るけど、待つと案外来ないものですね。よし、代わりにシンスケはめちゃくちゃ強い。俺の方が強いじゃないか。タカよりも俺の方が強くなってしまっている。てか俺今のところ最強だぞ。打撃も強いわ。もう何もかも俺が最強じゃねえ。白黒両方使えてるのはもったいない。超戦闘スピードおかしい、これ。何百時間かかんだよ、これ。戦闘時間が欲しい。もう今日ここまでにするか。あと裏でやってくる。こんぐらいでいいだろ。全然強くなんねえよ、これ。戦闘に使う時間が肥大化してきて、1日に5回ぐらいしか戦えない。ひどいもんだぜ。まあまあの金折りだ。じゃあ今日はここまで。えらいこっちゃ。